おはようございます。6月29日6時40分の相場解説になります。これが日足なんですが、まあ何と言いますかね、ここが横一線になっていて、まあレンジを形成しているところだったんですけども、ここをですね、こういうふうにバーンと上に抜けて、あと下に行ったところ、この下に展開されるのかなというところは、まあそのようになっていると思うんですね。まあここが新しい戦場になるのかなというところでございます。これがね、上に抜けることはもうないのかなというふうに思ってますね。で、4時間の方でもうちょっと細かく見ていくんですけども、4時間のところですね、どういうふうになるかっていうと、こうですね、107円の500よりも下の方に展開されていくのかなっていうところですね。でこちらがもう一つの力点なんで、このようなねレンジが見えるかなっていうところですね。こういうふうに下がってきて以来、この下の方で展開されているっていうところで、ちょっと出ましたけどもね、レンジがあるよっていうところですね。まあレンジである以上そんなにね、チャンスがあるわけではないんですけども、ただレンジの幅が結構ありますよね。107の500から106の545ぐらいまでとしたら、まあ1円ぐらいの開きがあるんですよね。このぐらいの開きがありましたら、このレンジの中で取っていくことも、まあ、できなくはないかなというところですね。で、1時間なんですが、1時間見てみるとですね、こういうふうに見えるんかなと思うんですよね。この大きなヒゲがあったところをきっかけにしてこう上昇してるわけなんですけども、そこから安値切り上げ、高値切り上げで来るのかなと。ここだからね、 N を書くような感じで見えたんですけども、まあ書かずにっていうところですから、こうですね。まあなんともね、エントリーしにくい位置に見えるなというところでございます。で、今日はまあ相場解説このぐらいです。はっきりとして見えるものがありませんのでね。で、その FX をやっていてね、どうにもこうにもモチベーションが下がってるなとか、なんかそれほどまでにチャートに興味が持てなくなってきたなって瞬間はこれあるんですよ。で、私もこうやって毎日相場解説してても、もう特に今日とかですね、そのワクワクするような展開にはなってないんですよね。で、どのようにモチベーションを落とさずにいくかっていうと、やっぱりね、これね、見てもらうってことなんですよ。私動画でアウトプットしてますから、コメントが入ったりとか質問が来たりとか、やっぱり常にしてるんですよね。あとは再生数の問題もあります。再生数が上がったり下がったりということで、まあそれがね、アウトプットすることによるフィードバックがモチベーションになるんですよね。これ多分一人でやってるだけだと何の反応もないし、やってもやんなくても変わらないんですよ。だからどんどんしぼんでいくんですけども、例えば私がこの FX の相場解説を、今日なんかモチベーションが上がらないな、やめようかなって思ったとするじゃないですか。そしたらいつも見てくださってる方とか、たまに見てくて見に来てくださってる方が、あれ FX の相場解説やってないぞになるんですよ。で、そういうことを考えると、まあ、今日もやるかみたいな感じでね、やる気になるというよりも、気がついたらこうやって録画ボタンを押してるって感じですよね。で、録画ボタンを押してると、特に今日みたいなね、いわゆるモチベーションが高くない時でもいろいろ見つけようとするわけなんですよ。まあこの繰り返しが次につながるのかなと思ってますよね。で、モチベーションって落ちることに気がつき出したら落ちる一方なんでね、ある意味無意識状態でいつもやるみたいな、そんな形に持っていくために、モチベーションが上がるとか下がるとか気にされる方はね、まあこうやって、まあ、動画に撮ってアップロードするのはどうかなと思うんですよ。ある方がね言われてましたけども、あるこの視聴者さん、熟成さんが言われてましたけども、こうやって動画のアップロードをしていると少なくともコンテンツは残っていくということなんですよね。要するに YouTube の動画の数はどん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 積み重なっていって、 FX でなかなか結果が出ない1年とかね、ひょっとしたら2年とかも、動画の本数が増えることによるチャンネル登録とか再生数とかがモチベーションになっていく、もしくは広告収入になっていく、動画のアップロード本数の積み重ねが気がついたら1000本になってるみたいな形でね、別のモチベーションに気づけるんではないかなっていうふうな形でやってる方もいらっしゃったみたいですね。まあ、本日はこんな感じですか。モチベーションが上がらないと
思えば思うほど人に見てもらう、一人意見をね求めてみるっていうことをしてみたらどうかなと思うわけですよね。今日は月曜日、明日で6月も終わりですね。まあ来月からはまた新しい気持ちでやれるように、まあ、今月はね、型をつけていきましょう。それでは本日は以上です。